週刊ロマン鉄道エアポートエクスプレス京成スカイライナー、都内を出発し成田空港へと向かう京成スカイライナー、海外旅行する人々を送り迎えするこの列車に密着した。京成スカイライナーは京成上野駅を出発した後、日暮里駅に停車、その後千葉県内に入り成田空港を目指す列車だ。 69.3 キロの距離を最短51分で結んでいる。東京の玄関口として知られ、多くの観光名所も存在する上野。この街からエアポートエクスプレス京成スカイライナーは出発する。 JR 上野駅のすぐそばにある京成上野駅、ここから毎日19本のスカイライナーが約40本おきに出発する。上野を出発した京成スカイライナーは一路成田空港を目指す。
東京に別れを告げたスカイライナーは千葉県に入ると船橋や津田沼といった町を通過していく。京成成田駅を過ぎた頃、スカイライナーは地下へと潜る。成田空港の構内には空港第二ビル駅と成田空港駅の2つの駅が存在しており、どの航空会社を利用するかによって下車する駅が変わる。そして終点成田空港駅へ到着。乗客たちは大きな翼を持つ飛行機に乗り換え、それぞれの旅へ向けて飛び立っていった。海外旅行から帰ってきた人々、そして日本にやってきた外国の人々を乗せ、京成スカイライナーは上野を目指して走り出す。
次回の週刊ロマン鉄道、特集は妙見山を目指して走る能勢電鉄。兵庫県の川西能勢口から大阪府の妙見口を走る能勢電鉄をお送りします。ご期待ください。